天城湯ヶ島の山の中を走ってます。昨日は豊橋の寅さんのところにシューティングしに行って、今日は静岡県菊川市でバイクの配達と引き取りを済ませ、まっすぐ帰らずに伊豆の安城さんのところへやってみました。そしてこの山奥の秘境にとても美味しいラーメン屋があるので、一人でそこに向かってます。横浜ラーメン博物館のコンテストで優勝した店がこの山の中30分ぐらい走ったところにあります。そこに向かってます。週末しかやってないお店で時間も短いので、今がチャンス、行くしかないです。スパイスラーメンです。お店の名前は甘辛屋。あとラーメンの他にカレーが美味しいです。そんな感じでは、はい、半年ぶり、天城湯ヶ島の安城ライダーハウスにブラッとやってきました。はい、久しぶりです。疲れてますめっちゃ締め切り直前で、明日締め切りですか？本当は今日終わってない。今編集長に電話して、明日多分午後までっていうことで、めちゃめちゃ忙しいところに一日ちゃいましたが、まあ飯だけ一緒に僕はさっき一人でお風呂行ってきました。テルメ泉園です。あ、そっち行ったの？100円じゃなくて。うん、あっち。そんないいとこ行ったの？いい、だってあそこ700円じゃん。820円になった。100円のとこに行くよ。あそこは暑いかなと。ああ、暑くない暑くない。で、何も用意がなかったから今暑くなくなってる。まあここ湯ヶ島なので温泉はあちこちいっぱいあります。そうな、だって100円だから8回分だよ。だって1週間毎日行っても7回だから。明日行ければ行ってみようか。あ、でもどうせ出せないですよね。あそこはね。あ、どう出せないの？紹介できない。怒られちゃう。秘密の穴場があるので。そう、地元の人しか基本的に入っちゃいけないみたいな。あとは安城ライダーハウスに来れば行けます。うちにもちゃんとお風呂ありますよ。はい、大丈夫です。あれからお客さん来たんですか？もう毎月1人か2人。お客さんっていうか、だからまだか、まあ、オープンしてないんですね。そうそうそう。だから泊まりたい人は別にみんないつでも無料で泊まっていただいて、BG 読者さんやうちの YouTube のリスナーさんは安城さんとこ泊まりたい人は連絡してみてください。うちの田舎暮らしのページにアドレスがあるから、そうだそうだ、そこにメールで送っていただければ。ミスターバイク BG 田舎暮らしのすすめをチェックしてください、はい、できれば月末と月初は締め切りしてるんでずらしてもらいたい。どうもすいません。まさか今日来ると思わないからさ。僕もまさに今日明日で勝負だからさ。はい、あんまお付き合いできなくて申し訳ない。いえいえ、ではまた会いに、はい、ピース。今飯を食い始めたところで、人内緒の温泉が、明日は何でしたっけ、お掃除の日、そう、明日入れないというので今日、あと40分だから、もうあと、40分ちょっと近い。飯は後回しにして秘密の温泉に行ってこようと思います。行ってきます。安城ライダーハウスの下は川が流れてて、橋がライトアップされてます。あとは何だろう、向こう岸も、あ、なんだ、全然撮影できないけど
向こう岸の旅館がライトアップされててすごく綺麗です。すいません、このスマホでは全然良さが分かりません。そして急遽秘密の温泉に行くことになりました。イエーイ。 GTF 熊沢は疲れるから一回休憩するわけ。内緒の温泉に行ってきました。真っ暗で場所は分からないようにしてあります。でもまあなんだぜ、絶対言っちゃダメっていう法律があるわけではないけれど、うん、だから安城さんのところに来れば一緒に来れます。言いふらすのはなし。すげえ怒れたんだから俺。BG で紹介したんだから。ああ、うん、だからみんな来ちゃって、病気が蔓延したらどうすんだよって。確かに、うん、もうやめた。よし、征服した感じが、登りきった感じが一緒、うん、ちょっとした登山ですね。あれがもうほぼ100歩100段。うち YouTube 用であっちこっち温泉行くんですけど、はい、ここは相当レベル高いですよ。みんなすごい。こんなに温まるとこはあんまりないしね。もう一軒これで新しい温泉見つけたんだけど、そこ近いんですか。800円だったかな。800円でも、うん、ここからでも20分以上かかる、うん、いやーと、なんかペーハーってあるじゃん。え、ペーハーチ、ペーハー、あ、ペーハー、それが 9.x で素晴らしいんだわ。え、そこ行ってみたいな。ライダーハウス戻ってきました。いやー、よかった。あんなに温まる温�泉がたった100円。そしてここライダーハウス一泊今のとこ1000円なので、ここ泊まってあそこのお風呂に行って1100円、すごくいいです。バイクでも車でも湯ヶ島遊びに来たい人はコメントください。安城さんに連絡して勝手に行ってください。じゃあご飯の続きを食べよう。天城湯ヶ島安城ライダーハウス、いやたっぷりぐっすり寝れました。動画です。おはようございます。おはようございます、そして締め切り真っ最中で忙しいところすみません。時間がないんですが、昨日の夜は付き合ってもらってありがとうございました、はい、いいこちらこそ。で、これが鍵をなくしちゃって乗れないということで、引き上げて、うちでなんか乗れるバイクと交換するということになったので、イタリアンスクーター、ビアです。ビアです。これなんか 50cc だけど80キロ出る、すごい。まあ、うちもこれいっぱいやってきたので、うん、いや得意、結構得意っちゃ得意。なんかこまごま違うところがあるけれど。あ、そう、うん、マフラーも多分これスーディオのマフラーかなんかに変わってなかったかな。輸出仕様そのままだと思います。いや、持って帰って、向こうで作った仕様、うん、了解です。じゃあまたなんか別なバイクを用意して持ってくるので、うん、で、はい、どうも、はい、お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。また、はい、失礼します。 GTF 熊沢安城ライダーハウスへ行く時の、曲がり角の目印が東京ラスクで、前から気にはなっていたのですが今日初めて来ました。中で撮影許可をいただいて一回外に出てもう一回撮り直し、こういうとこです。チョコレート工場なんですが、こう地元の名産品みたいな物産展というか、なんだろ う、 こうお土産コーナーもあります。で、僕今これを買ったのですが、マカダミアナッツをチョコレートコーティングしたものをここで作ってるそうで、今ちょうどお昼休みになって機械が止まったところだそうです。はい、こんな感じで、ここはチョコレートの方で、隣がラスクの方なので行ってみようと思います。こんな感じです。
ラスクの方も工場に隣接した、ショップになっていて、カフェもあるのでお客さんがいっぱいいたので撮影はしないで、今こっちプレイルームという方に行きました。ここは誰もいません。まあ、なんだろう、観光地にあるお土産センター的なところです。でも思ったんだけど、これ東京のお土産なんだよね。東京ラスクなので、東京で売ってるお土産の工場が伊豆にあるというだけで、伊豆のお土産ではありません。でもまあお土産買いました。はい、そんな感じです。ここはなんだろう、お土産買うようにまた来ようと思います。うん、お土産買うなら、いや待てよ、それはちょっと変だな。でもまあ試食したけど美味しいラスクだったので、チョコレートも美味しかったので、ここいいと思います。はい、東京ラスクの工場でした。安城ライダーハウスから、修善寺方面に30分ぐらい走ったところ、いつも買い出しするマックスバリューのすぐそばにある湯の国会館というお風呂、ここも近いので、気にはなっていたのですが、来たことなかったので、まあ、うん、せっかくだから入ってみようと思います。湯の国会館です。湯の国会館というお風呂に来てます。一応館内の撮影許可はもらったのですが、お客さんがいっぱいいるのでもう撮るのはやめました。ここは休憩所です。なんか奥で整体とかもやってるみたい。あ、この館内はすごくレトロな昭和感のあふれるところで、まあ、国道沿いなのでとにかくお客さんが多い、うん、まあ、人気があるお店のようです。安城さんに教えてもらったラジコンコースがある温泉、希望園に来てみました。確かにバカでかいラジコンコースがあります。オフロードバイクのコースかなと思っちゃうぐらいでっかいです。これはエンジンのラジコンのオフロードのやつを使うのかな。そうだよね、普通のなんだろう、タムタムとかのコースで走ってるラジコンじゃこんな泥道は走れないだろうから。そしてここが温泉です。ここは、なんだろう、修善寺と伊東の間ぐらい、伊豆の真ん中辺と東海岸の中間の山の中です。美肌の湯希望園行ってみます。安城さんに教えてもらったラジコンコースがある希望園という温泉、ものすごく良かったので今オーナーさんに撮影許可をいただいて、湯船の方撮影して OK ということになったので、もう一回お風呂の方行ってみます。駐車場の上が事務所になって、休憩所があって、ラジコンとかガンプラが展示してありました。ここお風呂はちょっと離れたところにあって、ここに男湯と女湯あります。今無人なのでちょっと撮影させてもらいます。これですね、美肌の湯希望園、源泉かけ流しで、ここ山の上なんですけど、山の上でこれ源泉湧いてて、20分で全部入れ替わると。でアルカリが、伊豆では珍しいらしく、入浴料は600円。よいしょ、脱衣場はこんな感じ。これですね、あとはオーナーさんはソノラン TV という YouTube をやっているそうで、登録今見たら1万7000人でした。すごいです。ラジコンコースがあるので、まあ、ラジコンの作り方とかセッティングなんかの YouTube ですね。あとはあれ、ここでレースをやっているようなので、
なので、ラジコンコースのおまけのお風呂かと思ったら全然おまけどころじゃなく本格的な温泉でした。こんな感じ。あ、関水は休みなんだ。あ、よかった、今日 月曜で。一回確認してみるか。よし、大丈夫、無人なので浴槽撮影します。洗い場がこんな感じ、3つかな。そしてお風呂は、3、4人ぐらいですね。で、今日はちょっと暑め。窓を開けると外の景色が見えます。多い時でここで7、8人ぐらいは入っちゃってるそうです。まあそんなにでっかいところではないけど、お湯の質はすごく良かった。トイレ、あとはシャンプーとか石鹸はないので、全部持参してください。こういうお風呂でした。お湯はすごく良かったです。こちら受付で、そのYouTuber のオーナーさんが紹介してくれることになったので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介とお店じゃなくてお風呂とこのラジコンコースの紹介をお願いします。一応ソノランという名前で YouTube をやっていて、はい、ここの温泉のオーナー、そしてラジコンサーキットのオーナーをやっています。はい、はい、でこうやってねラジコンが今たくさんあるんですけれども、こういったねラジコン電動バギーですね。電動オフロードバギーで。あ、これ電動なんですか。そうですね、僕ラジコンは全然分かんなくて、こういったラジコンで、持ってきていただけたら外で走れるようになっています。コースがすごかったですね、見せてもらったけど、ありがとうございます。本格的な、ですね。で、はい、まあ、メインはね温泉なので、温泉はアルカリ性の温泉で、まあ、伊豆ではね観音温泉に並ぶくらい、いい泉質だってねお客様にね言われております。アルカリ性、pH がね 9.3 くらいある、そういう美肌の湯になっています。はい、はい。そっちの休憩所はどんな感じですかね。休憩所はですね、ご自由にお休みできる場所になってますね。今スイッチが入ってないけれども、普段はね、電源が入っててね、パチンコとかね遊ぶものがあったりとか、テレビとか、まあね、趣味でガンプラも飾ってあったりとか、ガンプラいっぱいありますね。ですね。こんな感じですね。はい、了解です。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ気軽に、また今度友達に連れて行きます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ラジコン温泉希望園からのキロです。トモチョンプから連絡が来て、東名が雪で通行止めらしいので、どっかで海の方を回って、およそ150m 先右方向です。熱海小田原あたりから帰ろうと思います。伊豆の帰りです。東名も箱根も雪で通行止めらしいので、中伊豆から、山伏峠という山を突っ切って熱海の方、海の方に向かってます。路面凍結注意の看板いっぱいあって、まあ、土砂降りだから逆に凍ってないと思うんだけど、道路の端っこは氷が、氷が何だろう、いっぱい固まってあります。走行車線はまだ平気。電話だ。明るいうちに海まで出ればもう大丈夫だと思います。GTF 熊沢。伊豆からの帰り道、友和からの情報で左方向です。東名が雪で通行止め、箱根も雪で通行止めというので、伊豆から熱海を抜けて海沿いで帰ろうと思ったのですが、真鶴から小田原までがもうぎっちり渋滞で詰まっちゃって、およそ 600m 先斜め右方向です。少し引き返して湯河原温泉で
閉館の12時まで5時間ばかしにたっぷり温泉を満喫してきました。スマホをケトラで充電してて状況わからなかったんですけど、出てきてマップを見たらまだ渋滞してるようです。でももう行くしかないので、とりあえず小田原を目指します。小田原まで行けば万葉の湯が朝まで入れるので、そこで休憩できるかなと。町田は雪が積もってるらしいのですが、状況がよく分かりません。とりあえず行けるところまで行きます。入ってる必要なかったかな。昨日は明け方家に帰って、今日はもう雪が積もってるからバイクヤードでの撮影は中止にしました。で、雪が溶けるまではもうしばらくヤードは封印かなと思っていたら、なんとこのスカブを見学したいというお客さんが今来るというのでガレージに来ました。雪が積もってるだけで特に変わりはないのですが、これではバイク作業もできないし、これ売れたとして出すのめんどくさいな。今日はあれだな、休みにしてどっか温泉でも行ってこようかな。伊豆の帰りにあちこち雪で通行止めで、まあなんとか帰ってきました。あ、で、内田さんが来て、お疲れ様です。お疲れ様です。ですね、内田さん何しに来たかというと、これ4000人記念のプレゼントバイクの外装をちょっと綺麗にしてもらうことになりました。はい、お願いします。バイクと交換で撮ることになったので、よろしくお願いします。お願いします。こっちもまあ綺麗にはしたいんだけど、まあとりあえずこっち24タクトの外装全部外して、お持ち帰りでやってもらいます。ではよろしくお願いします。こっちはスカイウェーブは、見学のお客さんが来て、
今これバッテリー上がっちゃったのでブッシャーつないでエンジンかけたところです。GTF Kumazawa.